4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はアドマイヤキャロル、アドマイヤキャロル先頭、2番手はジャスミンテンザン、追いすがる。さあメジロドーベル一気に来た。残り 200m、 アドマイヤキャロル先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。スイートクレア抜けた。メジロドーベル、メジロドーベル、もう一伸び。メジロドーベル、メジロドーベル1着、2着にはどうやらスイートクレア。メジロドーベル見事1番人気に応えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はファストフレンド、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。2番手はキングスピナクル、懸命に追いすがります。キングスピナクルまだ後ろ、ちょっと厳しいか。ファストフレンド先頭、後続とは3馬身以上。これは決まりか。2番手はメーショティアラ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。ファストフレンド1着、2着はメーショティアラ、これは桁外れの強さだ。ファストフレンド短い直線に入って、後続は届くかどうか。ここで先頭変わりました。先頭はブラックホーク、ブラックホーク先頭、ブラックホーク先頭、2番手はパールブラッド、先頭はブラックホーク1着でゴールイン。ブラックホーク1着、2着にはどうやらパールブラッド、ブラックホーク見事1番人気に応えました。
さあいよいよ直線の攻防、先頭変わってアドマイヤロビン、エアグルーヴ先頭、2番手はアドマイヤロビン、残り 200m エアグルーヴ先頭だ、リードは1馬身、後続の足色はどうか、2番手はローゼンカバリー、先頭はエアグルーヴ1着でゴール、エアグルーヴ1着、2着はローゼンカバリー、これが G1 馬だ、エアグルーヴ